皆さんこんにちは。皮膚科医の小林智子です。今回は池袋駅前野田皮膚科の院長であられる野田真嗣先生をお招きして V ビームを徹底解説したいなと思います。先生よろしくお願いします。先生とはですね、先日、初めてお会いしてすごい盛り上がりましたよね。そうですね、はい、特に、ニキビ跡だったり所作だったり、結構その、世界から見て日本がやや遅れているというふうに言われているような疾患の治療方法について非常に詳しい先生でいらっしゃいますので、今回はですね V ビームを詳しく解説していただけたらと思います。で早速なんですけれども、そもそも V ビーム、よく名前聞いたことある方も多いかと思うんですけれども、どういった機械ですか？V ビームは赤みをターゲットにした治療のレーダーで、シミのレーダーの方が有名だと思うんですよ。例えばそのシミそばかすとか肝斑とかを取る、ピコレーダーとか吸水池レーダーっていうレーダーが有名なんですけれども、レーダー結構いろいろ種類があって、赤みだと、やっぱり V ビーム、大きく言うとパルスダイレーダーっていうカテゴリーがあって、で595ナノメートルの波長なんですね。でその機械がいくつかあったんですけど、もう今は実質上V ビームしかないので、V ビームがその代表の名前で使われているっていう感じですね。そうですね。先生はもう会員当初から V ビームを置かれてるんですか？そうですね、ほぼ会員当初だ、5年前ぐらいなんですけど、から、入れていました。っていうのも、もともとすぐ最初から有名な機械なんですけど、それなりに値段もしますし、シミに比べたらやっぱり患者様って少ないんですね、全体としては。ただやっぱり近くの大学病院の先生に実は、大学病院で V ビームを扱っていないので、入れてほしいって言われたのがきっかけだったんですけど。そうなんですね。じゃあそれがきっかけで、V ビームってその、赤ら顔とかニキビ跡、あとはその老人性血管腫とか、そういう自費の診療で使うので有名なんですけど、保険適用も結構あってですね、その生まれつきの赤座とかで困っている患者様も治療できるんですね。だから結構大学病院でも置いているところも多くて、でそこの帝京大学の先生だったんですけれども、そこではないのでぜひ置いてもらえたら、うちから患者様紹介するから置いてほしいですっていうことだったので、入れたのが実はきっかけでした。実際に V ビームでいらっしゃる患者さんって多いですか？ V ビーム多いですね。治療で多いのはやっぱり V ビームとニキビ跡ですかね、クレーター治療が多いんですけれども、V ビームだと大体1日に50名ぐらいの患者様がV ビームだけで50名、そうですね、すごいですね。そうなんですよ、V ビームかなり多くて、普段の診療でも V ビームがこう1台しかないので、V ビームの待ちの患者様が何人かいて、ずっとこう V ビーム、V ビーム、V ビーム、こう10人ぐらい連続で打ってることも、あったりします。なるほど。実際に V ビームを受けられる患者さんで一番多い、その肌悩みというか疾患って何になりますか？やはり一番多いのは一般的な赤ら顔、顔全体が赤い、頬が赤いとか鼻下が赤いとかっていう患者様がやはり一番多いですね。で大体主査って言って、そのボツボツと一緒に出てる患者様もいたり、小さい頃からもう赤ら顔でっていうので、何も症状はないけどただの 赤みだけ治療されている方から、結構そのバリエーションはかなり実は赤ら顔って言っても広いですね。でおそらく次がニキビ跡ですね。ニキビ跡どうしてもやっぱりニキビが治った後で赤みだけこう点々と残っちゃう患者様が多くて、自然に半年ぐらいで引く方もいるんですね。それも結構多いので待てばいいっていう場合もあるんですけど、やっぱり半年1年待っても、傷跡の赤みみたいに残っちゃうっていうケースがそれなりに多いので、その場合はやっぱり V ビームとか赤みの治療でしっかり治療してあげた方が圧倒的に早く治るのでいいかなと思います。そうですね、別の動画でまた改めて解説しようと思うんですけれども、やっぱりニキビ跡でもいわゆる赤いニキビ跡、炎症後硬化で悩まれている方ってすごく多くって、質問今回いろいろいただいたんですけれども、炎症後硬化に関する質問すごく多かったですね。なんできっと、V ビーム受けたいなって思われている方も多いんじゃないかなと思います。あとは皆さん気になるであろう質問として、何回ぐらいで効果を感じられるんですかっていうようなことをよく聞かれるんですけれども、いかがですか？ね、これよく本当によく聞かれる質問で、実はそのターゲットによってかなり幅があります。例えば老人性血管腫っていて、首とか顔とか赤くちっちゃいのができるできものだと本当1回か2回、1回でほとんど取り切れてしまうことが多いです。であとはさっき言った赤ら顔はかなり回数幅あるんですけど、やっぱ最低一応5回はまずやってくださいっていう説明をしていて、経験的には大体5から10回ですね、5から10回のどこかで急激に良くなるパターンが多いです。明らかに赤みが良くなってますねみたいなお話を、
そのどこ例えば7回目とか8回目とか、まあ、それは結構個人差があるんですけどもっていうことが多いので、まあ、やっぱり根気よくやることが大事なんですね、うんうん、1回で毎回毎回効果を実感できる患者様っていうのもいて毎回良くなりますって言って実際そのままこう段階的に良くなってくるのが、まあ、ベストなんですけど必ずしもそうじゃなくてこうしばらくやってこうストンと途中で良くなることがあるので、まあ、そこまで根気よくやるのがやっぱり大事かなとは思っています。大体1回の間隔はどれぐらいになるんですか？1回は、最低は2週間ですね。2週間空ければ打つことはできます、うんうん、まあ、たとえ内出血が出ても大体2週間すれば消えているので、はい、ただまあその必ずしも2週間で打つ必要はなくて、まあ、1ヶ月ごととかにやってる方が多いかなと思うんですね、うんうん、でそれは別に 2,3 ヶ月になってもいいんですけども、はい、例えば3ヶ月になると年にまあ 4,5 回しかできないのでそうすると効果の実感がちょっとなかなか感じられなくなるので、まあ、おすすめとしてはもし来れるなら毎月こうコンスタントに治療していくと、はい、治療効果も実感しやすいのかなと思います。はい、あとは先ほど内出血の話があったんですけれども、まあ、副作用いわゆる、まあ、リスクにはどういったものがありますか？で一番有名なのはやっぱり内出血で、うん、また結構動画とか画像も出回ってるので患者様に質問されることも多いんですけど、あれなんか紫の点々が出るんですよねみたいな、うんうん、ダウンタイム気にされてる方は多くて、あれは確かに強く打てば出ます。で強くても間違いなく出るんですけど、大体打つときは、まあ、あまり出ないぐらいで、まあ、ひょっとしたら出るかもしれないぐらいの弱めの設定に抑えて、その代わり回数を重ねて打つことが多いですね、うんうん、だそれも結構その要はターゲットによるので、赤ら子だったらそのような感じにして、はい、大体まあ5から10回とか治療していきますし、まあ、その老人性血管腫だとパルサーバーっていうまあちょっとパラメータがあって、それを要は上げてしまうと出にくくて下げると出やすくなるんですね。老人性血管腫の場合は強く打ってもまあ出なかったりするし、うんうん、今度逆に赤座、生まれつきの赤座を打つ場合は極力そのパルサーバーを下げて浅く打つような感じで打つので、まあ、やっぱり内出血ほぼ出ます、うんうん、出るぐらいで打たないとあまり効かないって逆に言われているので、うんうん、だからまあ赤座の場合はもう出ますよって言って打っちゃうので、はいはい、その辺はもともと何を治療したいかによってかなり違うんですが、一番多いまあ赤ら顔とかだったら出ないように打つことが多いですし、うん、ニキビ跡も出るぐらいの方が効くのは事実なんですけど、まあ、でもあの希望を大体加味して出ないぐらいで、内出血出ないぐらいで打つことが多いですね、うん、で市販以外だとむくみとかやっぱり赤み、はい、でこれはどの強さで言っても基本も出ます。で 2,3 日は多少の赤みとかむくみが出ると思った方がよくて、実は私もなんかうっすらした赤みあったんですよ。昔他のドクターに指摘されたことがあって、ビビン5回ぐらい打ってるんですけど、はい、ほぼもうなくなったんですが、で私の場合赤みかなりうっすらだったんですけど、まあ、1日はやっぱりむくみましたね。うん、だからこうポコポコしてるけどどうしたのってやっぱり周りに言われたぐらいなので、でも1日ぐらいだったので、それはただもともと赤みが大したことがなかったので1日だったっていうのはあるんですが、もともとが赤い方だと結構反応するんです。やっぱりニキビ跡が赤い人とか、はい、すごい局所的な赤い人とか、全体がかなり真っ赤な人だと弱く打っても結構その後むくみ出るので、やっぱり元の赤みとか個人差はあると思った方がいいです、うんうん、なるほど、うん。ちなみにお化粧はいつからできるんですか？お化粧は全くその日から大丈夫です、うん、でこの治療は全然傷にもかさぶたにもならないですね、はい、シミのレーザーとかと違って、まあ、表面的なダメージはかなり少ないので、まあ、ゴシゴシこすったりしなければその日のそのレーザーの直後でも日焼け止めとかお化粧することは可能になります、うんうんうん。まあ、赤みっていうと結構そのメイクでカバーしている方が多いのかなと思うんですけれども、うん、まあ、それでねあれこれやるよりも結構もう V ビームで一発当てた方がね、楽かもしれないですよね。しっかり治療した方が早いと思います、うんうん、でコンシーラーで確かにやっぱりニキビ跡とかだと隠している患者様も多くて、うんうん、まあ、どこが赤いんですかっていうあの診察医最初あるんですけど、はい、こうお化粧を取ってもらったらこう点々と真っ赤みたいなパターンは結構多いので、ニキビ跡の赤みもやっぱ時間はかかるんですね、うんうん、で1回でほとんど、まあ、ゼロみたいになった患者さんももちろん過去経験はあるんですが、大体の場合やっぱり5回前後ぐらいは見といた方がいいので、ただだんだんやっぱりやるうちに薄くなることが多いので、はいはい、ニキビ跡の赤みがもうなんか1年経っても消えないとか悩んでる場合は頑張って隠そうと、まあ、するのももちろんそれはそれでいいんですけれども、1年経ってたらもうなかなか自然に勝手に消えてくれないの で、ね、はい、やっぱり治療してもう傷跡の赤みみたいにその場合になっちゃってるので、うんうん、まあ、しっかり V ビームとか赤みの治療をした方がいいのかなと思います。はい、私もそう思います、はい。あと V ビームを受けられる方には、まあ、さっき言った赤み、主査の方だったりニキビの方もいらっしゃると思うんですけれども、薬の併用は可能ですか？それは基本可能です、うん、で症状が、まあ、本当に赤ら顔とか昔から赤ら顔だけでボツボツとか一切なくて、まあ、主査とかニキビでもないとかですね、まあ、血管がこうチリチリ開いてるだけの毛細血管拡張症の場合はレーザー単独の治療でいいので、それでレーザーだけで治療している患者様もいます、うん、ただニキビとか主査が混じってる患者様って結構多いんです、うん、赤ら顔自体主査の
症状の一つだったりする場合もあるので、はい、でその場合はやっぱりですね、薬とかと併用した方が効率はいいんですね、うんうん、というのも赤みだけ治療しても結局ニキビがまたできたり、その舌のボツボツができるとそこが赤くなっちゃうんですね、うん、そうするといつまで経っても VBM だけだと治らないっていう患者様がいるので、その場合はしっかりボツボツの治療も、同時にしましょうと、言っています。そっちの方が圧倒的に効率はいいですね。そうですね、うん、はい、まあ、特にやっぱりそういう炎症疾患ですと、炎症がまだ続いているのに、まあ、そういう治療をしても結局いたちごっこみたいになってしまいますよね。 そうです、なので今保険で処方できるようなお薬もありますので、併用して受けていただけたらと思います。あとは VBIM を受けた後にしてはいけないこととか何かありますか？基本的に行動制限はないです、うん、で赤みとかむくみに関してはもちろんその擦ったりとかはあんまり良くないと思いますけれども、うんうん、まあ、運動とかに関してもそれほどむくみが強くなければ特別制限する必要はないかなと思っています。あまりに内出血がまあ強く出た場合とか、はい、むくみが強い場合は例えばサウナとか運動とか、あまりに血流が良くなる、まあ、行動はその日はレーダーの直後その日は控えた方がいいかなと思ってます。あとはアルコールとかもですかね？アルコールもそうですね、血流が良くなってしまうので、まあ、あまりむくみが、まあ、それほど反応がなければ別に構わないと思うんですけれども、うんうん、まあ、市販が強かったりむくみがあまりに出ている場合は控えた方がいいのかなと思います、うん、ありがとうございました、はい、今回はですね、実際の VBIM の施術の様子もご紹介していただこうと思います。奈良先生どうもありがとうございました。でこれから VBIM を打っていきます。で赤みがあってですね、この頬とあと鼻下のあたりが赤いんですね。で前は1回レーダーこの方打っていて、もう少しチリチリこう血管が見えていました。でその時はパルス幅高めですね、どっちかというと太い血管を狙った打ち方をしたんですが、1回でその血管は結構減ってます見た感じが。で全体的なボワッとした赤みがメインになっているので、今日はその赤ら顔の標準設定の、まあ、3ミリセカンドの60ル、まあ、あまり市販が出ずに標準的に赤ら顔を回数重ねて直すようなモードで打っていきます。実際の施術をお見せします。今日使うのはこの12ミリスポットで、結構大きめのスポットなんですね。でスポット径が大きい方がまんべんなく打ってて、かつ深めにレーダーの照射のパワーが入るので、より効果的に治療できますので、この一番大きいスポット径を使って打っていきます。では始めていきますね。1、2、3、こういった目大丈夫です？大丈夫です、はい、こう少しずつですね、重ねながら打っていくような感じですね、まあ、丸いのでどうしても多少のムラはできてしまいますけれども、まあ、重ねすぎると今度むくみとか赤みが強く出るので、わずかにオーバーラップさせながら打っていくとまんべんなく打つことができます。痛みはいかがですか？ちょっと輪ゴムで弾かれるぐらいですかね。我慢できる痛みです。今度逆の方がいいですね。このように連続的に打っていきます。で赤いところを、まんべんなく打てばいいので、だいたいこの方向の上のあたりと、あと鼻下ちょっと伸ばしていただいて、まあ、赤みが目立つのであればこのぐらいの設定 で、よりこうチリチリ血管が強く出ている人はパルス幅をさらに20とかですね、上げて打つことが多いです。でこれで一通り終わりで、一箇所だけここにですね、ちょっと紫の点があるんです。ここだけ市販って言って内出血が、要は血管が壊れてこのように紫色になるんですね。でこのようになると大体 1,2 週間ぐらいちょっとかかってしまいますが、自然に引いていくので大きな問題はありません。で今の設定は標準的だったので、内出血が出ない方も多いんですけれども、このように目の下とかはですね、ちょっと内出血出やすい部分なので、局所的に一部出てしまうことも、稀にあります。で全体的に赤みとむくみが出ていますけれども、今の設定であれば通常は 2,3 日あれば赤みとかむくみが低いレベルになることが多いんですが、この辺は個人差があります。全然むくまずにその日から何もない人もいれば5日ぐらい顔がむくむ方もいるので、多少、個人差はあるのはご了解いただいて、やっぱり赤ら顔をですね、赤みが強い人ほど腫れる、同じ設定でも腫れる印象はあります。今回は VBIM の使い方のこの老人性血管腫というですね、この赤い点を取るときどうすればいいかですね。でこれは生まれつきの血管腫とは違って、こう後で出てくるんですね。で数とかは人によって違うんですけど、だんだん基本的には年齢とともに増えていきます。
で別に悪いものでは一切ないので、まあ、治療の必要性ないといえばないんですけど、見た目にあの目立つ場所にあると結構気になってしまうので、で取りたいですという患者様が多いです。でこれを治療する場合にはですね、赤ら顔の場合とは違って小さいスポットサイズですね、こういう5ミリですね、小さいのを使ってその局所的に打っていくことが多いです。で設定もですね、パルスサーバーは一番上の40ミリセカンドですね、一番深く入るようにして厚みがあることも多いので、その方が下まで届くんですね。でかつ15ジュールって一番上まで上げて打ちます。でそうすることでだいたい1ショットもしくは2ショットで黒くなってそのまま消えてくれることが多いです。でパルスサーバーが高い場合ですね、40ミリセカンドとか上げればジュール数を上げても内出血はあまり出ないです。でこれからお見せします。では始めていきますね。1、2、3。でもこれ1ショットで黒くなってるのがお分かりになるかなと思います。はい、分かります。はい、で黒くなった場合はこれ一応反応見た方がよくて、赤いままだとあんまり消えてくれないんですね。でその場合は2ショット打ったりします。で1ショットで黒くなってればもうこれ以上打つ必要はないので、このまま1ヶ月ぐらい待てば自然にかさぶたにもならずにしぼんでいつの間にか消えてるパターンが多いです。ので今日は治療はこれで終わりになります。ということで今回は池袋駅前野田皮膚科の院長であられる野田真嗣先生をお招きして V ビームについて詳しく解説させていただきました。先生一言お願いします。はい、主査とかですね、ニキビ跡の赤みはレーダーで治療できることが多いので、困っている方はぜひ受けてみてください。で実際の症例などですね、は多数経験がありまして、そちらは当院のインスタグラムやウェブサイトで解説していますので、もしご興味ある方は後で見てみてください。先生のインスタグラムやホームページに関しては概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからご覧いただけたらと思います。先生のインスタはですね、本当に見やすくて、周りの先生でも見てる人すごい多いですね。あ、ですか。ありがとうございます。ぜひ気になる方は見てみてください。ということで今回の動画は以上です。それではさよなら。